はい、レレモアのミーさん、はい、おかえりなさい。ただいまです。イギリスから、うん、帰ってきました。帰ってきました。一時帰国中です。そうです。そうなんですね。そうなんです。なんと、まあ、番組史上一番遠いゲストさんでしょうか。そうですね、イギリスですから。イギリスでもロンドンから2時間そうそうですの、ね、うん、でロンドンから東京までは12時間12時間ですよ。かけてきました。すごいありがたいです。そんな遠くからさっちゃんの番組のためにもちろんもちろんそうですよ。もちろんこの番組のためにいろいろご意見があってね、あの帰国中だと思うんですけれども、はい、ありがとうございます。でみーさんとはね、もともとまあ4年ぐらい前かな、そうですね、カモネギと音楽のイベントの時に一緒にご一緒させていただいて、それで一時帰国中、あ、そういえば帰ってくるな、あ、もしかしてうまくいけば日程とか合うかなと思って声かけさせていただいて、うんうん、収録で、はい、ありがとうございます。いや、こちらこそ呼んでいただいて本当にね、ありがとうございました。このレレちゃんもまた日本からイギリス行って、イギリスから日本にって感じで、うん、もうレレちゃんとはいつも一緒なので、あの、これレレモアさんの、まあ、このあれですね、アルバムはレレレモアさんで出してらっしゃるんですよね。そうなんです。で、人間の方がミーさん。人間、はい、人間がミーです。で、こっちのウクレレの方がレレちゃんですね。レレちゃん。はい。で、ユニットは全部で何人ですか。ユニットは全部で何人なんですかね。一人、一人と二人なんですかね。二人で。なるほど。そう、大ちゃんが今日何人で来るのかなって確かにね、うんうんうん、へえ。でね、これいただいたのが、わお、イギリスのお菓子、ジンジャークッキー、はい、美味しいですよね。あ、よかったです。ジンジャークッキー、美味しいです、好きで、私もこれ大好きで、ちょうどあのテーマがお菓子、ビスケットの日が2月にあるので、ちょうどそれお菓子をテーマにお届けもしたんですけど、こちらをいただいてちょっと私いただきながら放送しました。ありがとうございますね、美味しかったですね。よかったです。もう半分なくなってるという半分なくなってお客さんにも召し上がっていただいて、でアルバムなんですけど、まずファーストアルバムが、はい、こちら、はい、オレンジやパンチ、可愛いでしょ、すごい、はい、こっち可愛い。でもミーさんの写真がない。表には表にはなくって裏にある、はい、あと中にあります。今よりかね、若い時の私みたいないます。で、2作目が去年出たんですね、はい、そうです。今回の放送はこの2作目の方、はい、セカンドアルバムですね、リストアルの方から中心にお届けして、2日目の方は生演奏もしてくださいます、はい、そうですね、ありがとうございました。ありがとうございました。やっぱりね、いっぱい聴いていただきたいので、ね、ぜひ、はい、よろしくお願いします、うん。帰国中はライブしますか？帰国中はライブします。具体的に何月何日どことか。はい、言っていいのか。大丈夫、これは大丈夫。2月の、まず9日ですね、の土曜日に、十条というところにあります、梅の木っていう、喫茶店があるんですね、はい、そこで BGM 演奏します。あ、BGM 演奏、じゃあ歌なしで。いや、歌います。あ、歌います、歌いますけど、ちょっとまた、レレモアなんですけど、ちょっとレレモアとは趣旨が違って、ちょっとジャズなんかもね、ちょっと歌ったりとか、そんな感じ。あ、そうそう、番組でちょっと聞く時間なかったんですけど、ロンドンまでジャズを、あ、そうなんです、勉強しに行ってらっしゃるんですよね。あ、そうですか。そうなんです。毎回ね、なんかジャズボーカルやってみたくって、で、まあちょっといい先生ね、紹介していただいたので、まあ、もうロンドンね、ちょっと遠いけど、行こうかなと思って今習ってます。じゃあ全くこの、こっちのアルバムが雰囲気が違うじゃないですか、全然ジャズに言うと。そうですね。全然違うと思います。歌い方も変わっちゃいます。変わります。変わりますね。変えてるつもりです。ご自分の曲もジャズにアレンジされて歌う。どういう感じですか。そうですね、自分の曲は何曲かしかやらない、BGM に関してはそんな感じですね。で、その翌日の10日に、赤坂でライブをします。赤坂のブルームーンというところですね、ごめんなさい、ブルームーンというところでやります。
でその日は、4バンド出て私が一番最後トリを務めます。はい、トリです。あとは、2月の14日バレンタインですね、うん、バレンタインに、その日は東中野のウルトスピーカーっていうところで、うん、この日もですね、4組なんですけど、うん、その日も鳥です。あ、素晴らしい、はい、結構忙しいですね、帰国中ね。そうですね、うんうん、なんかこうバタバタと過ぎて、ね、なんか残念ながら終わっちゃうのかな、すぐにあっという間にね帰国が終わっちゃうのかなとも思うんですけど、うん、まあね、せっかくなので日本楽しんで帰りたいと思います。はい、まあね、日本ってやっぱご飯が美味しい。そうなの、そう、本当にやっぱりイギリスも美味しいの、7分でできると思うんですけど、うん、そうですね、やっぱり何がね恋しくなるかというと、やっぱ食べ物が恋しくなりますね。はい、お寿司とかもやっぱりイギリス違いますもんね、また別物ですよね。そうですね、なんか不思議なロール、なんか巻きっていうんですか不思議な、やっぱり海苔が高いので、海苔の代わりにね、なんかこうオニオンフライがね、こう上に乗っかってたりとかオニオンフライ、そう、そうなんですよ、意外なものが。そうですか、また別物と思って食べなきゃって。そうですね、それはそれでね、別物と思えば欲しいんですけど、そうですね、私もインドネシアで中にマンゴーが入ってたお寿司あった。ああ、はいはいはい、甘いんですよね、甘い、はい、だから日本で言えばかんぴょうとかをロールにするようなイメージでやったのかもしれないんですけど、別物と思ってから、うんうん、そうかもしれないですねそうそうそう、甘かった、うん、確かにかもしれないですね不思議なね、うんうん、体験は体験っていうか、まあ、うん、私香港ではそのキウイが乗ってたお寿司があった食べなかったけど、キウイとお米ですよね。そう、キュウリじゃないですよ、キュウリ。だったらキュウリにすればよかったんじゃないですかね。ああ ね, ね、キュウリだったらね、カバン巻きで普通に日本にあるよくね、だから何巻くの、うん、って言われるんですよね、うん、何入れたらいい、うん、ああ、なるほどなるほど。やっぱりどうしてもキュウリだったり、うん、あとはね、イギリスによくあるのは、うん、あのパプリカも、はいはい、パプリカ巻きみたいなのあります。色がね、綺麗だから、うん、でも味はね、微妙っていうのは微妙ですけど、お醤油つければね、なんとか何でも美味しいかなみたいな。ハム、生ハムとか、うん、ローストビーフとかそういうのも入れたら結構美味しいですね。あ、そうですね、うん、あとは何だっけ、スモークサーモン。あ、はいはい、スモークサーモンはね、それはいいでしょうね、うんうん、あとはやっぱツナマヨ、はい、定番ですね。そう、あと最近はね、あの、うん、カニスティックってあるじゃないですか、はいはいはい、カニカマ、はい、あれね、売ってるんですよ、イギリスで。あれをね、やっぱり巻いて食べたりとか、うん、寿司パーティーとかいいですよね、イギリスで。それはそうですね、寿司パーティーでも何、本当に入れるものが全部野菜になっちゃうんじゃないのかなまあ、お肉とか置いとけばいいんじゃないですか。あ、そうですね、お肉、うん、なんか、ね、ソーセージとかね、もしかしたら面白いかもしれないですね。合わなくはないと思うんですね、うん、あとスパムとか。そう、あ、そうですね、うん、スパムおにぎりとかはね、あの、うん、よく見ますね。あ、うん、美味しいじゃん、スパムおにぎり。巻き寿司パーティーですね手巻き寿司、ね、そう、でもその海苔が高いからね、うん、あ、そかそかそか、海苔が高いですね、はい、海苔が高いときは、お、あの、レタスとか、うん、あ、なるほどね、サニーレタスとか柔らかいので巻いて食べるから、それはまた別物、またね、別物になりますけど、ヘルシーかもしれないですね。ね、うん、私よくやりますね。あ、本当ですか。野菜で巻いてネタを食べる。なるほどね。でも日本のヘルシーさが売れるかもしれないですね。かもしれない、ね。さすが日本の日本食だってね、うん。納豆とかあります？ありますけど高いですね。あ、やっぱ高い。あのね、冷凍に入ってるんですよ、うん。そういうアジアショップみたいなところに売っていて、だいたい35パックぐらいで600円ぐらいしますね。だいぶ高いです。だいぶ高い、うん、でもね、どうしても食べたければ買えない値段ではないので、うん、どうしても食べたければ食べるのかなっていうのはあるんですけど、うん、私は買ったことはないですね。でも作った方が安いかもしれない。あの、藁で、あの、大豆巻いて発酵させればできるんじゃんすかなと。で、藁がどこにある？まだじゃなくて、それ系のもので、その菌があれば発酵すると思う。まあ、確かにそうですけどね、うん、菌はでもね、納豆菌、納豆菌、納豆菌はでも納豆を一回買わないとダメじゃないですか。
わらだけに発酵するんですよ。わらの中にあるって聞きましたけどね。それが手に入ればね。わらがね、イギリスで手に入るのか。実際はやっぱり一回納豆買って、それのその菌を使って発酵させて、なるほど、ね、次から次に、ね。そう。で自分で売っちゃったりして。売っちゃったりする。ね、それも面白いですよね。うん、ね。ジャパニーズフードショップみたいな。そうですね、いいですね。いいですよね。なんか食べ物の話ばっかりしてますけど。ちょっと私の方からもいくつかお知らせさせてください。ですね、さっちゃんソープ、500円で売っております。こちら3層になってますよ。この特にハートのこのね、ほんのりいちごチョコ風な香りがする。こちらかなり人気な。間違えて食べないでください。そう、食べられませんって書いてあります。注意書きに。バレンタインにいいじゃないですか、ね、そう、バレンタインのイメージでこちらを、うん、いろんな種類ありますか、ここに。あの、まあ、だいたい食べ物っぽく見える石鹸ばかり。さっちゃんとみんなの歌はスタルマム。そして世界のアルバム、世界愛の日ですね。こちら、あの、ファスタルマムは2000人、セカンドアルバム500人目指しておりますので、ぜひさっちゃんまで。それとお知らせ関連なんですけど、2月の14日ですね、あなたを応援テレビですね、夜の8時からここのアサミンランドで入場無料になっております。ちゃんゲスト出演しますのでよろしくお願いします。はい、3月の17が CA 部の方がゲストが青空ワッペンさんで、今回千葉純平さんお休みなんですけど、金子新平さんと山田理子さんが遊びに来てくれますので、ぜひですね、青空ワッペンさんのライブなどもお楽しみいただければなと思います。よろしくお願いします。元気印の、ね、元気印の、ね、お二人ですね。そう、ね、二人ともね、そうなんです。きっと面白いステージになること間違いないと思います。山田理子ちゃんはあの越谷 FM のさっちゃんの番組見ててくれたことあります。さて、さあ、それは最後に、はい、待って、この番組、今日収録したものはまずですね、2月の、何日だ ?18日、はい、2月の18日の方が、あの冬のファンタジーでおなじみのカズンさんからボイスメッセージいただいております。ぜひ合わせてお楽しみいただきたいのと、そして2月の25日の方が先日行きました。さっちゃんのハロホンタムにも出てくださいました安藤秀樹さんからメッセージもいただいておりますので、はい、秀樹アイドルさんですね。そうですね。ぜひあのそちらも合わせてお楽しみいただきたいんですけど、夜の7時越谷 FM86.8MHz もしくはリスンラジオ、リスラジのアプリをダウンロードしていただいて越谷 FM を選択していただければなと思います。はい、じゃ最後にミサの方から何かメッセージを。はい、今日ははるばるイギリスからやってきましたが、8月末、もう大体9月ぐらいですね、あの夏が終わった頃に日本に帰ってまいります。はい、その時にはまたたくさんライブをしたいと思いますので、皆さんぜひ会いに来ていただけたらなと思います。うん、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。本当はるばるありがとうございました。本日のゲストはレレモアのみーさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。